歴史と伝統が息づく日本の美を求めて。奈良県吉野町は修験道の聖地として世界遺産に登録されている吉野山があり、春は山一面に桜が咲き誇り、秋は鮮やかな紅葉に彩られる。雄大な自然の中に悠久の歴史が息づいているのが吉野町ならではの魅力。すごい。世界遺産金峰山寺蔵王堂は修験道の総本山。吉野のシンボルとして人々の心の拠り所になっています。荘厳な蔵王堂の柱にはなんと自然木がそのまま使われているそうです。本当にその森の中にいるときにこう静かな気持ちになる、そんな気持ちになりました。金峰山寺とは趣の違う美しさを持つ吉野神宮へ。国の重要文化財に指定され、近代神社建築の代表作として高く評価されています。巫女さんが手作りしているお守りやおみくじも色とりどりで鮮やか。吉。あ、よかった。穏やかに上昇中って書いてます。穏やかで美しい湖、つぶろ湖。誰でもカヌー体験ができ、大自然を思いっきり満喫することができます。吉野には伝統を継承する美味しいものもたくさんあります。老舗豆腐店の出来たての豆腐を味わえる豆腐茶屋林。吉野の美味しい水と伝統的な製法で仕上げた豆腐を湯豆腐でいただきます。美味しい。大豆の味がとっても濃くて美味しいです。あったまる。食後のデザートには明治時代から吉野の参拝客に愛されてきた和菓子の満昇堂。桜羊羹は寒天に包まれた桜が咲き誇る美しい一品。うん、おいしい。最後に訪れたのは古民家を使用したカフェ奈良山荘。自家製のコンフィチュールをさまざまな形で楽しめます。あー、おいしい。すごくなんかこう落ち着いてて空気も綺麗で楽しかったです。色鮮やかに心癒される奈良県吉野町で素敵な旅を。